やっぱ騎兵って、強いよな、と思っているゆっくり霊夢です。戦いってのはスピードが大事ですからね。その点だけとっても速い馬が重宝されるのも分かってしまう気がする。知ったかぶりの悟りです。さて今回は武将紹介外伝。今回紹介する人は聖人君子の代名詞、孔子を紹介していこうと思うわ。彼の存在により歴史は大きく変わっていくことになっていくのよね。特に三国志の時代なんかでは、孔子が広めた儒教ってのが大きな影響力を与えていきますからね。みんな孔子のことを聖人君子だー、って盛り立てているんだけど、私は彼のことを才能ある野心家だと思っているの。というか司馬遷がそう書いているからそう思っているだけなんだけどね。孔子が野心家って印象はあんまりないですけどねー。さて改めて紹介する人は孔子、本名は孔丘。才能があるもののなぜか仕官が続かず、死後にその教えは国教となって聖人になった男。彼は一体どういった人物なんですか？孔子は路の昌平郷の数という村の生まれよ。紀元前551年、孔子のお父さんである孔骨が自給の神に祈った結果孔子が生まれたそうね。孔子は生まれた当時、頭がへこんでいてまるで丘のようだったから、お父さんは生まれた息子を孔丘と名付けたのよ。まるでオカルトのように書かれていますが、子供が元気よく生まれてくるように神様にお願いするのは普通のことですからね。孔子が幼い頃に彼のお父さんは亡くなったようで、炉の東にある宝山に葬られたの。孔子は当然父親のお墓を知りたがったけど、母親はなぜかこれを教えることを拒否したの。孔子に出生の秘密を知られたくなかったらしいんだけど、正直よくわからないわ。孔子のお父さんは奥さんと婚姻関係を結んでいなかったのでそのあたりにちょっとやましいことがあったんじゃないのかなとちょっと思ったりもしているわ。孔子の父親である孔骨は70歳を超えていて母親はまだ18歳だったらしいからね。年が離れすぎていますねー。離れすぎているから神様に子供が生まれるように願いに行ったのかななんて邪推もしちゃいます。孔子は子供ながらにお父さんのお墓参りをできないのを悔しがり、祭器を並べて供養の真似事をして遊ぶようになったと言われているの。彼はこの当時から礼儀について扱ったようね。適当に供養するんじゃなくて、きちんと祭器まで持ち出していますからね。その後孔子の母親が亡くなると、彼は父親のお墓の場所を知らなかったので埋葬できず、とりあえず遺体を御保という場所に安置して仮の弔いをしたの。しばらくした後、父親の葬儀の時に車を引いた男の母親から、父親のお墓のある場所をこっそり教えてもらったので、母親を父親のお墓の元に運んで行って、共に合葬することができたわ。お母さんの供養もできてよかったですし、お父さんのお墓の場所も知れたので孔子としても胸の使いが取れたでしょうね。孔子はその後勉学に励むようになっていくわ。炉でかなりの実権を握る騎士が町の権力者を集めてパーティーを開くと、孔子はそれに参加しに行ったわ。すると騎士の臣下である陽子に、立派な方々が集まる会合だ。お前のような小わっぱが来るところじゃないんだぞ。と、馬鹿にされると孔子はすぐに帰って、行くのよ。孔子が17歳の時の出来事ね。孔子は陽子に馬鹿にされたように卑しい家柄の出で、貧乏だったわ。成人すると騎士の穀物を管理する係になったんだけど、マス目の味方は正確だったと言われているの。牧場の家畜を管理したこともあるんだけど、動物たちはすくすくと育っていったみたい。こういう経験が後々に響いて、生き、こういった実績が後に炉の主君になれた要因だとも言われているわ。あと、孔子と陽子は容姿がすごく似ていたようで、孔子は晩年そのせいでひどい目に遭うんだけど、それは少し後の話。いきなり大出世って人はなかなかいませんからね。孔子はこういった下積みの経験もしているんですね。炉の大夫である孟騎士は、孔子は立派な先祖を持っている。あの若さで礼儀を勉強している孔子はきっと賢人に違いない。と後継ぎの意思に語っていたの。彼は弟の南宮慶祝と共に孔子の弟子となったわ。孔子としても大夫の息子である彼らを弟子にできたのは嬉しかったでしょうね。なんといっても箔がつく。炉の大夫ですら、孔子のことを評価してるんですもんねー。そんなんだから、
南球慶祝が孔子先生と一緒に州で勉強したいのですがいかがでしょうか。トロの君主に打診すると、すぐに留学費用を出してもらうことに成功しているの。ロの君主は二頭立ての馬車一つと、従者を一人孔子と慶祝に与えたの。この留学は孔子に強い影響を与えたと言われているわ。なんといってもあの、道教の教えで名が知れている、老子と孔子は会話しているのよね。老子は無為の教えで知られている人ですね。自然のままに生きることが最高だと言っている教えです。老子は孔子を手厚くもてなしたわ。老子は孔子が帰る時に、人を見送る時、止める者は財物をあげ、仁者は言葉を授けると聞いたことがある。私は富豪ではないから、せめて君のために仁者の真似事でもしようか、と言って話を続け、聡明で洞察力に長けた者でも、死の危険にさらされる人がいるが、それは、人を批判しすぎるからだ。弁論術がうまく雄弁な人が、身を危うくすることがあるが、それは人の悪を暴くからだ。人の下につくときは自己主張には気をつけた方がよかろう、とアドバイスを送っているの。無為の教えを広めている老子らしい言葉です。自然に生きることの難しさを語っています。孔子は後に弟子たちに、老子はまさに竜のような男だった、と語っているの。しかし、孔子はこの老子の教えを守れなかった。当時、魯の国は東に西、西に秦、南には蘇、という強国に挟まれていて滅亡の危機に瀕していたし、魯の国の大臣たち自体が王様よりも力を持ちすぎて国自体が混乱していた、ヤバヤバ国家だったのよ。強国に挟まれている弱小国なのに、なんで身内で争っているねん、って感じの。でも滅びる国って大体こんな感じの国ですよね。孔子が35歳の時、魯の君主の将校は国内の実力者である騎兵士を処罰しようとしたの。理由としては、騎兵士と孔昇伯が統計を行った際、騎兵士は鳥に兜をつけて孔昇伯は鳥に鉄の爪をつけたの。騎兵士は孔昇伯が鳥に鉄の爪をつけたことを、卑怯だ、と言って彼の領地を一部没収したのよ。たかが統計のことでよ、孔昇伯が魯の君主である将校にこのことを直訴すると、魯の君主としてこの越権行為を許さずに逮捕しに行ったのよ。君主としての威厳を見せなければいけませんね。魯の将校は騎兵士を逮捕するために軍を出したんだけど、騎兵士は申し、祝孫氏という有力者を仲間につけて、君主の軍を蹴散らしたの。魯の君主である将校は正に亡命して、君主を失った魯はめちゃくちゃになっていくわ。大臣が君主の軍を蹴散らしちゃもう終わりでよ。孔子は魯に見切りをつけて、正の国に亡命するの。そこで正の家臣となって3ヶ月も過ごすのよ。中でも正の国の音楽にも感銘を受けて、寝食を忘れるぐらい音楽の勉強をしたのよ。孔子は様々な国で勉強しています。だからこそ、彼の言葉には説得力があるんです。孔子のこの熱心な態度なことは正で有名になり、正の暗君である景行は孔子を大臣にしようとするんだけど、正の名宰相である安永が、こんな難しい礼儀なんて我が国には不要です。と孔子の登用に反対し続けたわ。それでも景行は孔子を登用しようとしたんだけど、正の大臣たちが孔子を暗殺しようとしている、という噂を知った景行は、私はあなたを登用するつもりだったが、私ももう年だ。あなたに来ていただいても、迷惑をかけるだけかもしれない、と言ってきたので、孔子はしぶしぶ魯に帰ることにしたのよ。過去に安永を紹介した時にこのくだりはもっと細かに紹介していますね。安永は質素倹約な人で、葬儀や礼儀に大金を使う孔子をずっと敵視していたんですよね。しかし孔子が正に立ち寄ったことは無駄ではなかったのよ。彼はこの時にしろ、眼界、思考といった人たちを弟子にしているの。この人たちはすごい人物よ。ある意味では孔子以上の傑物でもあるの。どんな人たちなんですか？まずは眼界だけど、彼は典型的な天才よ。努力する天才。才能だけ取ってみれば孔子以上であり、一を聞いて十を知る男、だと言われているの。孔子も彼を傑物だと思っていたし、周りの人々も眼界をすごい人物だと思ったから眼界の師匠である孔子に弟子入りする人は増えに増え続け、
全盛期は3000人もの弟子を持つことができたと言われているわ。眼界は素人から見てもわかるほど天才肌な人間です。そんな彼が師匠と仰ぐ講師に皆が興味を持ったんですね。ただ弟子が3000人もいれば、講師の教えの影響力を嫌って彼を批判する人も現れ始める。その講師批判の流れを止めたのが城だったの。彼は庶民出身の荒くれ者だったんだけど、講師の教えに感銘を受けて彼に弟子入り。彼の才能は勇気。彼は危険を顧みず礼儀や仁義を果たしに行くので、城は礼儀を尽くすいい人物であると評判になり、その師匠である講師を批判する人は滅多にいなくなったわ。城が素晴らしい人物すぎるからこそ、勝手に講師の評判が上がって便利なことです。ただこの講師一門には問題点がありすぎたわ。3000人も弟子がいるもんだから、この団体を運営する資金がないのよ。批判されたり資金がなかったり問題点ばかりですね。それを解決したのが思考だったの。彼の才能は弁論術と奇弁、言葉巧みに人を騙して金儲けをする天才だったの。孔子の弟子の中で一番富めるものだったのは間違いないわ。つまり思考が稼いだお金を孔子は使っていたわけですか。明確に書かれているわけじゃないけど、そうじゃないと3000人の人を養えないと思うからね。孔子は口がうまい思考のことを多少苦手としていたけど、思考は孔子のことを尊敬していたわ。かつて思考は性の傾向に、君は頭がとても良さそうな男だが、師匠の孔子も賢いのか？と聞かれると、賢いです、と思考は答えたの。傾向がどういうところが賢いのだ？と聞くと思考は分かっておりません、と元気よく返答したの。いやいやいや、おかしいでしょ。思考は孔子のことを賢いと思っているのに、賢いところはよくわからないって。これに傾向は、君は孔子のことを賢いと言いつつも、その賢さを知らないという。これはおかしいのではないか。と思考に聞くと、みんな点が高いことを知っておりますが、どれぐらい高いのか、明確に返答できる者はいません。私は孔子のことを賢き者だとは知っておりますが、その賢さがどれほどのものであるのか言葉にできないのです、と見事、に切り返したの。どれぐらい賢いのかわからないから彼から学んでいるのよ。この後、聖画炉に攻め込んで滅ぼそうとしている、という噂を聞いて孔子は恐れをののいたわ。しかし孔子は思考を聖の使者に送り、越、後、聖、親王を奇弁で見事に騙してロウを救ったりしているのよ。孔子としては奇弁の術に長けている彼を多少嫌ってはいましたが、才能は本物です。ピンチの時は彼の才能を頼ったわけですからね。じゃあ話を戻すわね。孔子50歳の時、炉では聖に亡命した君主の将校が亡くなって、弟の抵抗が後を継いだの。ただ、新君主が即位しながらも、国内では大臣たちが謀反する気満々なのが伝わってくる。孔子は弟子たちに自分の教えを広めながらも、この大臣たちの謀反につけ込んで、仕官をする気満々だったわ。もう50歳ですからね。ただ仕官をするだけでは出世するまでに時間がかかりすぎます。弱みにつけ込んで仕官すれば大出世できるはずです。すると、来た。騎士の家臣である鉱山府中が火に立てこもってろで反乱をしたの。彼は孔子が付近にいることを知ると使者を送って彼を自軍に招聘しようとしたの。孔子としても、もう十分な鍛錬を積んでいるはずなのに誰も用いてくれないので、もうかなりのストレスが溜まっていた。一度政治をしてみたい、とずっと思っていたので、彼はこの反乱に参加しようとしたのよ。とても儒家とは思えない判断ですよこりゃ。孔子は、州の文王、武王にしたって方、孔という小さな土地から王業を始めた。火はとても小さな町だが、目がないわけじゃない、と反乱に参加しようとすると弟子の城から、おやめください、今日の先生はおかしいです、と止められたの。そりゃあ礼儀を重んじるわずの孔子が反乱に参加しようとするのは、ちょっとどうかと思いますよ。でも孔子は、仮にも私を招こうというのだから、生半可な考えではあるまい。私に政治を任せてくれれば州の政治をここに蘇らせられる、と豪語したけど、結局のところ反乱には参加しなかったの。
その後、炉の君主である帝光は孔子を中途の際に任じて孔子に政治を任せると、たった一年で周りの国々が孔子のやり方を真似するようになっていったの。その功績により孔子は主君になり、後に大司皇にまで抜擢されて政治のすべてを任せられるようになるの。こうしてみると孔子は反乱に参加しなくて本当に良かったですね。炉の君主に気に入られて登用されたんですから。孔子の自信通り、彼に政治を任せてみるとたった1年で結果を出したんです。紀元前500年、政は炉と講和を結ぶわ。政の大夫は慶光に、炉は孔子を登用してからめきめきと強くなっています。今のうちに手を打たなければ厄介になるかと、進言したので、政は炉に仲良くなった記念に強国で会見しよう、と持ちかけたの。帝光はこれに同意し、無防備で強国の地に行こうとしたのよ。これを孔子は諌め、外交交渉には軍備を忘れるな、軍事には外交を忘れるな、と言います。昔から諸侯は領地の外に行くときは万が一に備えて軍隊を従えたものです。会見だからといって油断はできません、と進言したので、帝光は軍隊を引き連れて行くことにしたの。まあ実際に会見の席で君主を脱死されたケースも多いですからね。聖徒炉は強国の地で会見を開いたわ。折を見て聖の子役人が両国の友好を記念して音楽を披露したいのですが、と言ったので聖の傾向はこれを許可したの。すると孔子は驚いたわ。突然太鼓を叩き始めたかと思ったら盾や矛といった武器を持った踊り子が会見の席に乱入してきたからね。音楽だけじゃなくて踊り子まで乱入して、あろうことか武器まで持ってきている。いつ君主に危害を加えるかわかったもんじゃありません。孔子は急いで会見の席で異敵の音楽を鳴らすとは、とても無礼だ。直ちに撤収させるべきです、と言って役人に追い返させたの。踊り子たちは退場せず、聖の傾向と宰相の安永の指示を待っていたんだけど、傾向は恥ずかしくなって彼らを退場させたの。しばらくして子役人が、だったら宮廷の音楽ならばどうでしょうか、と言ってきて道家と小人がダンスをしながら、会見の席に乱入してきたの。孔子は怒り、下賤のみで君主を愚弄する踊りをするとはな。これは死刑にするべきですな、と言って有無を言わさずに聖の踊り子たちを孔子は処刑し続けたの。聖の傾向はこの間ずっと震え続けていたわ。なんやかんや理由はつけていますが、孔子は主君のそばに聖の人が近づかないようにしているんです。聖の傾向は国に帰ると臣下たちに怒り、炉には礼儀を知っている臣下がいるが、私には異敵の道しか知らない臣下だらけだ。おかげで俺は恥をかいた。どうやってこの件を片付ければよいものか、と迷っていると彼の側近が、過ちを犯した場合、小人は口先で謝りますが、君子は意味のある謝罪をするものです。もしさっきの、会見のことを後悔しているのならば、実のある謝罪をするべきです、と言ってきたので、傾向は炉から奪った地を返還して、無礼を謝罪したわ。多少の無礼が許される国だったのでしょうね、今までの炉という国は。ところが今は違った。孔子という男が国政を握ったので強い国になったんです。紀元前496年、孔子56歳の時、孔子は大司皇の位のまま宰相に任命されたわ。もはや国全部の政治を任された彼は、州の政治を炉で実現できる、と思わず笑みがこぼれたの。これに彼の弟子が、君子たるもの、喜怒哀楽は表に出すものではないと先生に学びましたが、と苦言を言うと、そうは言ってもだな、上の地位に上って腕を振るい、下の意見にも耳を貸す。俺はこういう立場に初めて上ったのだ。まあ許せよ、と言って、彼は炉を混乱させた原因である大夫の小生坊を処罰し、炉の政治改革を行ったわ。その結果、3ヶ月も経つと炉の治安はたちまちと良くなり、商人は暴利をむさぼらなくなり、風紀は格段に良くなっていったわ。落とし物をしても誰もそれを着服しなくなり、炉に訪れた他国人がいちいち炉の役人に届けなくても物資を国外に持ち出せるようにまでなったの。なんとなく孔子のことを理想論ばかり語っている男だと思っていましたが、きちんと成果を出しているんですよね。ところが、
せいでハロが強くなったことを知ると、このまま孔子がロで政治を握れば間違いなくロが覇者になり、せいはロの隣なので平等されるだろう。その前に、ロに領土割譲をして媚びを売った方がいいのではないか、という意見が出始めて、皆がそれに賛成したんだけど、大夫の隷書はそれも一つの手ですが、まずはロの政治を攪乱してみてはいかがでしょうか、土地割譲はその後でもできます、と言ったので政はとりあえず美女80人を集め、彼女たちに官能的な踊りを教えてロに送ったのよ。あからさますぎる作戦ですね。こんなの引っかかる人いないでしょ。ところがどっこい美女の軍団が炉の南門に着くと、機関士は毎日のように美女を見に行って、ついには主君の抵抗を国の見回りに行きましょう、と言って南門に連れ出して、彼らは一日中美女に見とれているありさま。政務なんてもちろんしないわ。まあ見え見えでもこの策にはまる気持ちがわからないでもないです。そりゃあ仕事よりも美女を見ている方が楽しいですもん。これに孔子の弟子の城は呆れ、先生は早く職を辞すべきです、と進言したものの、待て、もうすぐ天を祀る祭りがやってくる。その日、礼式に合わせて我らに祭肉が送られるのならばまだ見込みがあるだろう、と言ったものの、機関士は聖の美女に夢中になって仕事を3日間連続でしないありさま。当然祭りなんて無視したの。職に、未練があった孔子としてもろに絶望して、職を辞めたわ。孔子はこれまでいろいろ妥協をしてきましたが、それも、主君が自分の理想通りに政治をすることを許可してくれる、からです。それができないのならば、妥協すらできません。孔子一行が炉の国境付近の宿で休んでいる時、という学士が孔子一行を追いかけてきて、お待ちください。孔子先生はなんで罪を犯したわけではないのに炉を去るのですか、と言ってきたので孔子は、学士殿、歌で返そうか、と言って歌い始めたの。こんなの見え見えの策略さ、女を使った作戦さ。これに乗れば、もう破滅。そんなことなら隠居する、と歌ったの。気は国に帰り、どうであった、と機関士に聞かれると孔子の言葉をそのまま伝えたわ。すると、孔子先生は我らが女を受け取ったことに怒ったのだ、と機関士は頭を抱えたのよ。孔子としてもこの地位から離れることは辛いでしょうけど、自分の理想を叶えるためです。仕方ありません。まあネタバレしちゃうと、孔子はこの後ずっと仕官できなかったわ。孔子は A に行って弟子の城の妻の兄、元楽数の A に身を寄せたの。すると A の君子から、孔子を登用したい、と言われて召し抱えられたの。炉ではいかほどの禄をもらっていたのか、と A の君子から聞かれ、6万とです、と答えると孔子は、6万との禄を受け取ることができたの。しかし、A の君主に、孔子は危険な男ですよ、と吹き込む男が現れ始め、孔子の監視を始めたの。結局、孔子はわずか10ヶ月でこの国を去ることになるの。むむむ。政治ができませんよ。孔子一行は秦に行こうとして途中で宋の町に立ち寄ったの。御社の元国は、私は過去にこの崩れている壁からこの国に入ったんですよ、と言うと、この話がどこからか宋の人たちに漏れて、てっきり炉の家臣の陽子がまた攻めてきたと勘違いしたの。陽子は前にこの宋の町を攻めたことがあるし、よりにもよって陽子と孔子の容姿は、ものすごく似ていたので、彼らは宋の人々に捕らえられたのよ。もう大変よ。もう一般人からも捕まってますからね。これは事故みたいなものですけど。拘束されてから5日後、はぐれていた弟子の眼界はやっと孔子の元にたどり着いたの。孔子は眼界を見ると、おお、無事だったか心配したんだぞ、とパッと笑顔で喜んだの。眼界は、先生よりも早く私が亡くなるわけないでしょう、と言ったものの、全く孔子の拘束が解かれる気配がない。弟子たちが動揺すると孔子は毅然と、心配するな。今の世には文王はいないが、私がそれを継いでいる。文王の道を絶やさないように天が使わせた男なのだぞ。この籠がある限り、宋の人々は私に手出しはできんよ、とニヒルに笑ったの。と入ってもですね。弟子の眼界が来ても誤解が解けてないんですよ。これ一生拘束されるんじゃないんですか。孔子は打算もなくこんな理想論は言わないわ。彼はこっそりと従者の一人を A に送って寧武士の臣下にさせたの。
彼の尽力によって危機を乗り切って、結局孔子一行は A の台風の A に身を寄せに戻ったの。旅は危険だらけ。もう隠居もできませんよ。その後孔子は様々な国に行って仕官をしようとするけど、君主が政治に関心がない。仕官をしても臣下が孔子を目の敵にしている、と様々な問題ができて仕官すらもできなかったの。そして亡命生活も16年に渡ろうとした矢先の、紀元前481年、炉の君主が狩りを行うと奇妙な生き物を捕らえて気味悪がったの。ところが孔子は、これはキリンだ。成人がいる時に生まれる動物である、と言ったので炉の君主はキリンを持ち帰ることにしたの。孔子はこの時めちゃくちゃ落ち込んでいたの。弟子の眼界はとうの昔に亡くなってこのキリン事件よ。キリンという動物は人獣であり、本来は尊いものだ。それを恐れるとは?と絶望して言ったの。自分もキリン同様に誰からも相手にされないと思ったわけですね。実際そうですし。孔子が嘆くと弟子の思考は、先生がそんなに嘆くとは心外ですな、と怒ったの。これに孔子は、いや、私は人を憎んでいるわけでも世の中を憎んでいるわけでもない。私は今までいろいろな経験をしてきた。その結果、私を理解しているのは天だけだと痛感した。考えてみれば過去の聖人たちの中には、自分の信念を曲げて仕官した、ものばかりだ。隠居しながらも沈黙を破り、いろいろ喋っている人だらけだ。しかし彼らは間違いなく聖人である。決して身を汚したわけではなく、世の捨て方を理解していたのだ、と自分と聖人の違いを語ったの。聖人たちは世の中を見て妥協したんです。しかし、孔子にはそれができなかった。自分の理想の政治をできる場所を一生をかけて探していたんです。私は義で行動したのだ。でも後悔はないぞ。しかし、君子たるもの死後には評価されたいものだ。だが私は何も成し遂げておらぬ。何を後世の人々に残して評価の道具としてもらうべきか。と彼は最後の力を振り絞って考え始めたわ。彼はもう70を超えている。時間がない。炉の国で大量を果たした気もするんですが、孔子にとってみればそれは誇れることではないんでしょうね。そこで彼は、春秋、という炉の歴史書を一人で作ったのよ。この歴史書は簡素ではあるものの孔子の考えがよくわかる歴史書なの。まず呉と越が王を自称しているけど、彼らのことを王だとは書いていないわ。王は周王朝だけが許されていることだからね。周王朝を敬っている歴史書を書いて世を正そうとする狙いもあったんでしょうね。孔子が過去に官職についていた時は国祖文を作る時ですら、同僚に相談して慎重に作っていたんだけど、この春秋は最後まで一人で作って文章に優れている弟子の鹿に相談すらしなかったの。そして春秋は完成し、孔子、私が称えられているにしても、けなされるにしてもこの春秋の出来次第だな、と弟子たち、に伝えたの。孔子の狙い通り、彼の名前は今でも残っているわ。70歳を超えての一人での執筆ですからね。すごい。その後孔子は病気になって倒れたの。その孔子を一番最初に見舞いに来たのが孔子が苦手としていた思考なのがちょっと面白いところね。遅かったじゃないか、と思考に行って彼は重たい息を吐いたわ。そして、天下に道はなく、私を慕ってくる者は今やいない。私は昨夜広間の柱の間に座って供物を捧げられている、夢を見た。柱の間といえばそれはもう棺を安置する場所だ。これは陰の習慣らしいぞ、ということは私は陰の生まれなのかもな、と言って、その7日後に孔子は亡くなったの。孔子が亡くなると彼の弟子は3年後に復帰したわ。思考だけは孔子のことを忘れられず、孔子の墓のそばに小屋を作ってさらに3年、もに復したのよ。彼は誰よりも孔子を尊敬していたの。その思考と孔子は最後に話せてよかったとも言えます。孔子一門は、孔子に顔が似ているというだけの理由で雄尺という男が引き継ぐんだけど、彼には孔子のような教えができずに師匠の座から引きずり落とされたの。思考は孔子の教えを生かして天下で活躍し、炉と A の宰相になって莫大な富を築き上げたと言われているの。思考が自由にしているのを見ると、
孔子が亡くなると彼の弟子の多くが一門から離れたんでしょうね。彼らは孔子の教えよりも、孔子という男に惹かれていたんです。孔子の教えである、仁義を重んじる、という儒教は孔子の死後にいろいろ議論され、性善説、や性悪説、などといったものが出るぐらい盛り上がっていったの。でもその後は始皇帝が焚書坑儒を行ったせいで、儒教の人気は下がっていくんだけど、司馬遷の主君である武帝が、儒教を国教にする、といったおかげで再度、儒教の人気は高まっていって、それは三国志の時代に大きな影響を残すことになっていったの。孔子の言っている仁義と礼と、三国志の時代の人たちが言っている礼儀作法は差異があるんですけどね。まあそれも時代ってことで。孔子のお墓は300年近くも残っていて、司馬遷もろに行って孔子を見舞ったらしいのよね。そこで炉の風土にも感銘を受けたみたい。確かに彼自身は大きなことを成し遂げられなかったけど、彼の教えは彼の弟子や後世の人々に大きな影響を与えた。といえば、孔子も天上から喜んでんじゃないかしら。孔子も死の間際に言ってました。人から評価されたい、と。それをどうにか達成できてよかったと私は思いますよ。さていかがでしたでしょうか、今回の人は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。本当は眼界や城、始皇といった孔子の弟子も紹介したかったんですが、残念です。ですが、個人的には始皇は好きなので彼だけは紹介したいですね。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。